はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、はい、というわけで本日は何をするんですか。まあ本日はね、ちょっとトークをね、はい、1本撮りたいなと思って。なるほど、うん、まあ10万人ありがとうございますトークみたいな。最近ちょっとこう、2人でここで話してるだけの週1本は、はい、トーク上げてもいいかなって。ああ、なるほど、うん、普通に喋る、うん、ただ喋るだけの、はいはいはい、うん、まあ、方がいいかなと。確かに近況を話す機会があんまないから、ね、実は、うんうん、なんか本当にスプラに関してとかになっちゃいますから、うん、なるほど。でね、はいはい、僕ね、はい、今 YouTube チャンネルのトップページ、うん、はい、あの新規用と登録者用、うん、はいはい、2つあるんでね。ありますね、うん、あの登録してない人は画面変わるんだよね。そうそうそう、うん、なんかこうトップページ行ったらさ、なんか一番上に動画が勝手に再生されるみたいなさ、うん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 、あんなあるじゃん。俺、ね、それをね、一昨日、うん、いじってたの。あら、裏切りマンキーコングチャンネル。なるほど、うんうん、ちょっと魔族に言われて、はいはいはい、これちょっと見栄え悪いなっつって。ああ、なるほど、多分こうした方がいいよっていうのをちょっと、ね、アドバイスもらって、お、まあ、確かにと思って。これはありがたいですね。そうで、いろんなチャンネルの見て、はい、あ、結構みんな意外と綺麗にやってんなと思って、うんうんうん、で自分 の, あの裏切りマンキーコングチャンネルの見たら、うん、めちゃくちゃ汚かったんで。汚い、え、それちなみにどんな動画が上がってるんですか。いや、なんかその動画の内容っていうよりは、うん、もうなんか並べ方がぐちゃぐちゃすぎる。ああ、はいはいはい、なるほどね。そうそうそう、画面が来てないわけね。そう、あの来た人に不親切すぎたから。ああ、なるほど、ちょっとこれ良くねえなと思って、はい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 、まあ新規用の動画、うん、トップにはまあ最新の動画が上がってるのかな。はいはい、で登録者用にはまあフージのビートボックスがトップに確か出てる。なるほど。で、マイリストをこう横に並べてったの。はいはいはい。マイリストを。はい。でね、俺1個気づいた。何ですか？まあ1個気づいたって言ったら気づいてたんだけど、また再確認した。あ、これは。うん。フージのコンテンツがねえ。なるほど。うん、俺さ、俺1人って、うん、そう、あの、並べた時に、はいはいはい、やっぱ、2人でやってるわけじゃん。うん。だから、裏切りマンキーコング2人でやってる動画をこう並べたいな。あ、なるほど。そうそう。で、まあ、言ってもスプラトゥーンってさ、俺主体じゃん。まあ西澤のプレイを横で俺が見てるだけだよね、うんうんうん、俺主体じゃん、俺がやんなきゃ多分やんないじゃん、はいはい、そうね。そうだから、うん、まあ西澤のそのスプラがまあ上がって、うん、はい、でまあ2人でやってる、なんかまあちょろちょろやってる動画、はい、でスプラ学園、はい、フージのコンテンツ1個置きたいなって思って、ね、俺一人でやっぱ探したんだけど、うん、あのドラクエヒーローズしかなかったんだビルダーズよ、まずはまずビルダーズっていうあれがあったのよ、うん、そういう時代が、うん、だまあ一人でやってたのが結構、だこの前一番近いのとポケモンだけど、うん、まあ一人じゃなくていい、全然俺がいていいんだけど、うん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 、フージ主体のコンテンツがやっぱ欲しいと思って、うん、その並べた時に。なるほどね、やっぱそれはね、うん、やっぱやりたいよな。だからちょっと2020年、うん、ちょっとフージコンテンツちゃんと作るっていうので、これ一個 ね、ちゃんとやってほしい。そうね、あの前にほらコラボ10人切り、うんうん、それもちょっとね、あの考えながらなんだけども、やっぱ自分が、うん、まあ、ゲームチャンネルだからゲームっていう考え方も、うん、もちろんありつつ、うん、なんか他もありなのかなとは考えながらね、うん、いきたいな。それはコラボ10人企画みたいなのがさ、うんうん、別に10人企画じゃなくても一生やってていい。もうずっとね、うん、俺だけなんかコラボしてる、そう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 なんかあいつコラボしてる、そう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 、西澤に会いに来たんだけどみたいな。フージコンテンツでめちゃくちゃコラボするでもいいんだけど1個ね出してほしいなと思う。うん、なるほどね、うん、いやまあその諦めたのが俺早かったけど、うん、最初はほらそれこそこの前のあのオクラさんが言ってくれたみたいに、うん、あの富士山の格言見てました、うん、あったけど、やっぱりそこでなんかこうね、自信を失ってしまった自分がいたんだけど、うん、あと鉄拳もなんかひっそりやってひっそり終わったでしょ、エボ。ああ、もう俺あの自分の個人チャンネルの方で配信しながら、うん、ただただもうあのめちゃくちゃ教えてもらってやって、うんうん、で負けちゃって昨日またその、うん、やってって感じだけど、なんか俺の配信に来た人でコメントであったの、富士さんなんか鉄拳エボー出てツイートしてたけど、うん、なんかひっそりやってひっそり終わってたから、うん、もうちょっと知りたかったなみたいな。あ、本当に、うん、あ、それは嬉しいね、うん、もうちょっとねなんかこう出してもよかったかな。あ、まあだからただ練習します、上手くなりたいですじゃなくて、うん、なんか一個企画乗っけてね、乗っけてやってもよかったんじゃないかなっていう、うん、確かにな、見たいっていう人いるからね、うん、いやありがたいねそれは、うん、ありがたいけど、でも俺の個人チャンネル1060人なのかな。いや、いいよいい、あのね、あ、そう、あのこれだけは、うん、
考えないでほしいというか、あの気にしなくていい、気にしなくていい、はいはい、なんですか、あの封じコンテンツを作ったことによって、うん、10万切っても俺はいい、うん、え10万超えてから、いや全然いい、調子いいよ今チャンネル、いや全然いい、本当に1日50人以上絶対増えてる、そこは道連れにしてくれグンって減っても全然いい、俺はそっちの方が楽しいかもしれない、やっぱね、あの、はい、元スマップの草薙剛チャンネル、はい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 、俺ね結構ちょろちょろあのトップページっていうか、あの、うんうん、おすすめに出てくるから見るのよ、やってますね今ね、やっぱね、うん、何が一番面白かったって、うん、ジーンズ語ってる時の草薙剛さんが一番動画面白かった、これはジーニストですかね、彼もだからやっぱね、好きなことでなんかこう熱量出てる方がね、うんうん、見れる、確かにね、うん、それを語っててくれた方が、うん、それこそそれを好きな人が、だからジーンズ好きな人が見に来るからね、うん、でそれで成り立つ、いやジーンズ好きじゃなくても見れるの熱量あるとあ気になるっていうかね、うん、そうそうそう、だからなんかやっぱ風紀さん熱量あるものを、なるほどね、をやった方がいいかなと、まあそうかそうか、それはまあ逆に、うんうん、何が一番熱量あるの、あでも好きとか語るとかってなったら、うん、格ゲーになってくるかな、やっぱりもうゲームじゃなくてもいいよ、ゲームじゃない映画とかかな、最近ずっと、あじゃあ映画レビューやれよ、もう映画レビューする、うん、あ映画レビューやる、今までいっぱい見てるし、全然やっていいよ、最新作とか映画レビューってちなみにどうなのかな、それこそ新しい映画やりました、あもうだから映画新しいのさ、うん、公開されるじゃん、1月の公開映画、うん、はい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 、結構見る新作とか、まあ基本的に、まあ、結構ちょっと偏りはあるけど、うん、そのベスト3毎月出してけよ、あなるほどね、うん、気になるベスト3と見てみたベスト3とか、うん、そう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 、ああそれはでもいいな、やりたいな、普通にやれる感じある、やれると思う、普通に勝手にそれも勝手に見に行ってんだよ俺、うん、友達がいて、そのスターウォーズ好きの友達と、うん、そのマーブル好きの友達と、うん、あとなんかアクション系好きな友達とみたいな、うん、で行ってもなんかそれぞれこう行ってるのよ、いやだからそんなんなんかやってよ、あだそれこそ岩下とか呼んだりとか、ね、あいつもスターウォーズとか好きですよ、ね、そういうの見たりとかっていうのはできるな、俺に良さを伝えてよ、あそうか、映画のあんま言わないもんね、俺はね見るけど、うんうんうん、言わないね、意味ないと思って、意味ない、意味ない、映画見たっていうのを言うのが意味ないと思って言わないけど、まあちょろちょろ見てるよ、飲み込む系ね、うん、だから自分で見て面白かった、そうで、あのネットでレビュー見て、うん、なんで最後はああなったんだろうみたいなのをちょっと調べてみたり、考察ね、考察、そうそう、ちょっと見て、あいやちゃんと楽しい、俺が考えてたのと似てる考え方の人いるなとか、なんかそんな見ながら暗そんな見ながら暗いな、うん、寝る、いやわかる、まあでもそれはだから俺らみたいにこう動画上げてない人ない映画好きの楽しみ方、うん、要するに、うん、あいいじゃん映画レビュー、はいはいはい、新作封じ新作映画レビューと最近見たベスト3を、ベスト3ね、月1回ずつさ上げてさ、一つずつだからで、まあ合間にこんな気になる映画出るよってで言ってみたりとか、うん、はいはいはい、なるほどね、あそれは全然できますよ、映画ニュースだろうなんだろうとか、それこそちょっと古いのね引っ張ってきたりとかしてますから最近も、うん、それこそ今ネトフリとかアマプラとかそういうので見れますしね、うん、いつでも、趣味は他なんかないの、映画鑑賞でしょ、で最近やってないけど、うん、だから昔本当昔はサイクリングしてた、ずっと、あずっとサイクリング、だからそれこそ、ね、GoPro なんて概念がない、封じサイクリング GoPro つけてさここに乗っけて、うん、今日はここからここまでつって飯食って帰ってくるみたいなさ、ああだから飯だからのほら駅の近くじゃないうまい飯あんじゃん、うん、あそこに行くって、あのありだな、2時間ぐらいかけて、うん、1人で GoPro つけてね、撮って、うん、頭で、いや全然いいじゃん、めちゃくちゃ絡まれたりして嫌じゃん、めちゃ走ってたら、いやそれはそれで面白いからいいじゃん、まあサイクリング、はいはいはい、映画、はい、あとなんかないの、あとなんだろう、でなんかね俺本当に今知ってると思うけど、うん、結構浅く広く遊んでる人間だから、中ではまあ映画とサイクリングは本当に勝手にやる、まあ、熱量あった、勝手にやる、あ、あの、うん、勝手にやっちゃうぐらいですか、はいはい、ぐらいかな、じゃあまあそこちょっとそこを起点にもうちょっと考えてみよう、自分でも、うん、なんかこうこれ好きあれ好き、フージビートボックスはもうちょっと続けてもいいかなって、ああいや全然やりますよ、もう本当にあのね構想ねってやるんだけど、うん、だからクオリティ気にしちゃい出してるね、もういやいいよ一本にして、それは別にそれは別にいいけどさこれ違うなって、それじゃ勝手に上げていいなら俺むしろ勝手に撮って勝手に上げてみる、あ勝手に撮って勝手に上げてもいい、うん、それはちょっとそれでなんかクオリティっていうかその動画的なね、うん、クオリティがあれだったらまた編集の方に任せたりとかもするかもしれないけど、やっぱりそのマイリ数をね、うん、増やしたい、
はい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 、再生リストね。そうそうそう、うん、確かに、うん、それで思ったんだけど、うん、今、はいはい、まあ、さっきも言ったけどトップページ俺いじったって言ってんじゃん、うん、何並んでると思う？マイリストを3つか4つ並べてんの？再生リストね、うん、うん、まあスプラトゥーンはもちろん、スプラトゥーン、はい、スプラ学園、学園、はい、もう1個、あと1個俺マイリストップページに載っけてました。え、あと1個なんだ、何やってたっけ俺らでそうなるでしょ、4年やって確かに俺何やってたっけ。確かにな、ミニ四駆にしましたやらねばならない。あのね、はい、ミニ四駆、はい、あれ1年前の動画じゃん。そうだね、全部1万超えてんのよ再生数。ちゃんと載ってんのね見る人は。そう、見てくれてるわけだ。だからもう俺もったいなかったなと思うよ、本当に。1年あれやってたら多分1個3万ぐらいになってたと思うよ、ちゃんとやってたら。まあ物はね一応あるけど、だからこの前でもミニ四駆のスマホゲー知っちゃったじゃん、うん、したらそっちにシフトするかも。いやこっちやっていいけどやっぱね実物だと思うよ。まあね、本物か。まあそれもやりつつね。で俺は、うん、まあやっぱ熱量ないから、うん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 、富士さんと、まあ、岩下一緒にやってたけど、うん、まあはっきり言うとそんなハマってやっぱ勝手にはいかない。そうでしょ、勝手にヨドバシ。まあ俺も勝手にはないけど、うん、まあでも熱量はあるから。なるほどね。ちょっと俺ミニ四駆の新しい相方作ろうかなと思ってミニ四駆用、うん、お笑い用が僕で、うん、でスプラトゥーン用、まあ、相方じゃないけどチームが絡まりで、うん、ミニ四駆でもう一人、ミニ四駆でもう一人相方だって熱量ないとついてこないし、いや、それはね、一緒にやるってなんないもん。それは俺もだから見してもらうなっちゃう、多分やるとしたら、うん、そうでしょ、ああこんなん作ったんです、そうでしょ、なっちゃうから。だからね、ちょっと相方探してますんで、ちょっともし我こそはという方は全然知らないおっさんとか来たら、だからもうちょっとそれも裏切りマンキーコングチャンネルにあげるのあれだから、うん、もう個人チャンネルに移行するかもしれない。何の話してんだよここで、なんでここでその話ミニ四駆はミニ四駆に関しては、うん、まあ、ミニ四駆迷惑かかっちゃうしいや、かかんない別に、それで落ちてもいいよ、俺じゃない人いっぱい映っててもいいいや、おかしいでしょそれはそれはおかしなことになるから。なるほどね。ちょっとミニ四駆はねやりたいな。で逆になんか今年に入ってやりたいことがいろいろ気になってきたと、うん、自分でも、うん、あでもいや、それは俺も気にしたいな。でも前にでも一応なんかさ、こんなんやろうか、あんなんやろうかみたいな話はちょこちょこは出たけど、うん、結局それがね実るか実らないかさ、結局そこはその話題のゲームだからとかっていうのが載ってたじゃん、うん、そうじゃないのってことでしょ、もう。あとね、まあ、簡単なゲームモノマネとかもうポップ上げてっていいかなと思う。本当に30秒ぐらいの。あー全然あるよ、いや、うん、俺も全然あるのよ、あるあるとか200ぐらいあるだもんね。だからそれ上げてこうよっていうダンビラムーチョの動画見てて思ったあの野球あるうん、いやあれ面白くてさ見ちゃうのよいやでもいや、こんなんゲームだったらいくらでもできるなと思って。まあいっぱいあるよね、いろいろあるよ本当に。あーいや全然それもじゃあ、だそれのネタ合わせじゃないけど、ネタ作るじゃないけど、うん、まあ、していいね。まあ、それはまあ個人的にというか、うん、それぞれまあ、コンビでね、まあ、思いついたときにパッと出せるように、うん、はいはいはい、あそれも全然ありだと思う。それももうやる日も決めよっか。あやる何、うん、曜日なんか言うと言わないとやらないし。確かにね、やろうってなって2月頭から、うん、あ出し始める、出し始めてもいいんじゃない。2月スケジュール見る、うん、2月頭からそのね、まあモノマネ、ゲームモノマネ、ゲームあるあるみたいな、うん、小ネタ、はいはいはい、30秒ぐらいのでいいから、ポンポン上げてってもいいかなと思う。まあ、固執せずにね、その長さに、うん。はいはいはい。あ、いいね。全然出していきたいね、そこは。まあ、それだ。それだろ、はい、あと、封じコンテンツ。はい。私のコンテンツ。まあ、あと10万人企画は、まあ、やんないと。まだね、ちょっと固まんないね。何がいいんだろうな。でも、自動車免許取る感じにはなってるよ。本当に？コメントも。本当に言ってる？一口一万で。本当に、うん、割と乗り気な人は多そうだ。いや怖いけどな俺それで。ちゃんとGoPro つけて毎回自動車学校通わなきゃダメだよ。大丈夫なんですよやっていいの？やだろ、教官もなんかついてるの。また YouTuber 来たよってなってる人またなんか変なの来たよってなりながら俺それの第一角なのやだな。いやそれはもちろんそこはさすがにもう大人ですから。免許を取ろうわ、やりたいけどちょっとクラウド待って、あれ30万ぐらいする？30万だね。まあ取るなら AT かな。 AT なら多分30万ぐらい。マジな話さ、うん、30万だって、うん、5人乗りの車を運転した時に4人乗れるでしょ、うん、一口やっぱ8万ぐらいにしないと。1で行くの？
日にち分けて何回か、日にち分けて何回かでもいいけど負担が大きくなる。まあまあそれはね大きいけど、いや俺8万くれた人乗せらんねえわ逆に。嘘、もう怖くて。いやくれるんじゃないよ、クラウドファンディング。いやそうね、確かにその分乗せてツアーで。いやおい、お一番今一番上のアイドルの多分バスツアーでも多分6万とか分かんないけど俺は。ちょっとクラウドファンディング、あ待って、じゃあ分かった、クラウドファンディングをした場合、はいはい、まあ特典は、まあ、免許取った富士とドライブ。そうね、まあうん、もう俺が運転する車に乗って、うん、どっか行くと。どっか行くみたいな、まあ、企画をやった場合、はい、1万3万5万の口があるとするじゃん、はい、それ払う人がちょっとコメントください。払いたいよ払ってでも。言いたくねえだろ多分。いやいやコメントでください。それ見てクラウドファンディングやるかやらないか決めた方がいいかなと。ね、12万ぐらいしか集まんなかったらね、そこでコメントの時点で。あ、まあそれでもいいけど12万しか集まんなかったら18自由払いよ。え、あれ、え、やるってなって、やるってなったらどんなだったら、自腹よって何？俺自腹よ残りは。自腹でいけないから取ってないんだよ今俺は。だからクラウドファンディングをするわけじゃん。なあそうだね。でもそれで集まんなかったら残りは自腹よ。地獄だな。だから集めたらもっと熱量出して。いやそうね、いやそれは取りたいってね、うん、いやもう不安が、やっぱね今のところ取りたいっていう希望よりも不安がやっぱ大きい、うん、そのまず集まるのかどうか、うん、でそれやって取ったとして、まあ取る取らないはもう俺の努力次第だから別に、うん、取ってそれを乗せて走れるのかどうかとか。走んのちょっと怖いよな確かに。そうあのね背負えないやっぱ、うん、死があるから。まあね死が隣にある企画だ。オフ会ならいいよ別に、あのおめでとうで一つのホールでオフ会します。富士免許合格おめでとう会はおめでとうカラオケは全然いいよ、うん、でもそれに乗せるはちょっとやっぱ。俺は車で行くけどそこに、はいはい、レンタカーでね。レンタカーで行くけど。あ、まあそれはありか。そうちょっとさ、そこら辺はまだちょっとやっぱうんって、あのニコラスさんの VR 罰ゲームと一緒、うんって言えない。まあ自動車学校通うの結構労力いるからね。そう何ヶ月 2,3 ヶ月ぐらいで、え、がっつり行って2ヶ月したの、うん、合宿じゃない限り。いや2ヶ月で取れたかな。まあ、今のだから仕事があったりとかって中で行くならマジで半年、うん、半年ぐらい見てもいいかもね、うんうんうん、夏じゃないだから夏にサーフィン上乗っけて、うん、いやなんでやったことないけど海行く企画。いやそうか、そう10万企画は、うんうん、マジで固めましょう。そうだよね、それは固めなきゃダメだよ、はい、マジで。まあコラボでもいいと思うけどね。ああコラボね、うん、うん、コラボはまあなんつうのこのチャンネルの伸びにもいいしね、うん、普通に富士10人切り10人切り、ちょっと人脈と本当に会ったことない人で呼んでみて。いや本当に会ったことない人はしんどいよね。来ないだろうな、人脈だけで言ったら、まあ、5ぐらいは多分いける。5人ぐらいはコラボできそうな人いる、うん、YouTuber 有名人とか芸能人の方、うん、本当にちょっとお願いする形になるけど、ギャランティーももちろんね。ギャラでもそう、ギャラ払わないにしよう。あ、なし。ギャラなし。ギャラなしってことはチャンネルある人じゃなきゃいけない。か、その、いいよって言ってくれる。あ、本当にもう。先輩とか。わあ、いるかな。いるじゃないの。いや、いるけど。いるけどもダメだけど。いるけどダメだけど。まあ、いるでしょ、その、楽しくね、楽しいことをさせてくれる人はいると思うけど。うん、だから、うん、それで10人。まあ、10人、1年で10人。富士コラボ10人切り。うん、まあ、俺がいてもいなくてもいいわ。はいはいはい。いた方がいいと思うなら呼んでほしいし。そうね。うん。馬的にね。2人で完結するなら2人で行ってもいいし。うん、まあ、2月から始めて、12月までに、うん、まあ、1ヶ月抜ける日がある可能性もありで。うん。うん、で、10人かな。やってみるか。俺も10時間プラベはやろうかなと思ってる。はいはいはい。10時間プラベ、ね。スプラトゥーン10時間プラベ。うんうんうん。それはやりたいね。うん。それは俺なしでも。なしでもいいし。まあちょろちょろ入るとか、ね。ちょろちょろ入るとか。うん。それでいいね。2時間入って、はいはいはい、最後の方の2時間入ってとかでもいいし。なるほどね。それはいいんじゃないですか。じゃあその2つは。まあこの2つはもう書くで、じゃあいきますか。じゃあそれはもう書く。うん。で、免許は、まあちょっとコメント次第。コメントだと倫理的な部分でね。その。いや、全然。倫理的には大丈夫だと思う。いや、わかんないね、そこが大丈夫なんかなっていう部分とか。まあまあ、それでしょ、うん、10万人企画は、はい、スプラトゥーン
のプラベと、なんだコラボ12、コラボ12、はい、まあ、フージと俺で、はい、あ、フフ、あ、いいね、フージと俺で、うん、で、フージコンテンツを、はい、まあ、2020年、うん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 、作る。で、裏切りマンキーコング2人としては、なんかモノマネだとか、うんうん、まあそういうのも上げてこうと。ゲーマーだけじゃない部分ね、うんうん、そんな感じかな。なるほどね。それが2020年の計画と、うん、今年チャンネル計画、チャンネル計画っていうなんかね、そう、それを、うん、あのと YouTube チャンネルトップページいじってた時に思った。なるほどね、うん、それはありがたい情報ですね。これもマスオ君のおかげ。はい、10万人に行ったのはあれはマスオ君。ああ、なるほど。でまあ、俺らがチャンネルをこう作った時にこ こういう風にやっていこうみたいな固められたのはそれもマスオ、はい、じゃあつけるマスオ。そうだね、うん、マネージャーとして雇う。フューチャリングでもいいから、うん、フィートでいいから。あとチャンネル登録 の最後の二重もちゃんとマスオ君のチャンネルをつけて毎回子会社ですよ。ありがたい本当にね。まあ、そんな感じでじゃあ今年のまあ抱負と、あとまあこういう風に話し合う部分もね。そう、トークはねもう毎週1本は上げていいと思うわ。はいはいはい、はい、なんか今週こんなことありましたみたいな。なんか芸人もよくやってるしね、ラジオとかって言いながら、うん、そんぐらいのことはやっていきましょうか。どうだったエボ。あ、エボ、ちょっとエボの話くれよ。そこだよ、なんでそっちから死ねんだよ。いやもうなんかね、あの完結しちゃってるね自分の中で。あのさ、うん、ツイッターでは、うん、なんか負けました。負けた、でもう一回その敗者復活者ルーザーズ、ね、ルーザーズで負けましたって言ったんだけど、うん、あれ一回も勝たないで終わったの。ね、その2先で一回も勝たずに終わった、うん、だから全部完全に負けちゃった、はい、負けで終わった。そうで一応、うん、その人、俺に勝った人はみんなそのプール抜けした。要するに、うんうんうん、ちゃんと実力者の人です、うんうん、よかったそこは。で2人目あのね、まあ、鉄拳とりあえず、まあ、格闘ゲームのエボ の、ね、うん、あのルールとして、うん、まあ、1回戦って負け、うん、1回だけ負けていい、優勝するまでの間に、うん、要するに負けたらこっから這い上がっていく、うん、でもう1回負けたらもうその時点で終わる、うん、だけど、まあ、その一応その1人目も2人目も結構その自分的には苦手な相手だったの、キャラクターが、キャラクターが、うん、そうで、まあ、しかも2人目に関しては結構自他ともに認めるその調子、あのバランスの悪さというか、うん、だけど負けて、うん、ありがとうございました、握手したらきついですよねキャラのねって言われちゃって、めちゃくちゃ惨めな気持ちになって、あ、いや僕が下手なだけですって。はい、そんなね、関西に行ってきたからね。あ、そうだ、それもそれも俺行けなかったんだよ。そうだよ、モンハンフェスも、ね、俺なんで行けなかったんだっけ。大会だよ。あ、そうだ、まんままるまる大会よ、うん、そうだ、だから俺らもだからちょうどだからその仕事中に情報出てきて、うん、ああ誰だったか、うん、まああれはもうしゃない。時間なかったし。、うん、まあなんかね、聞いた限りだとまだまだ計画があると。いや、まあまあ次のね、はい、オンラインあるから次に向けて、ね、そこ頑張るだけなんだけど、うん、2週間前に、はい、もうこのモチブケ行こう、うんうんうん、ってなって、で1週間ぐらい練習するじゃん、はい、対抗戦とか、うん、いや、 やっぱどうやってもきつい、おー、この構成に対しては。なるほどね、どうやっても無理じゃんって、はいはいはい、変えようってなったけど、もうクロスとかも、いやもうノバになっちゃってるから無理っつって。あ、自分のね、今腕がね、そうそう、うん、もうノバになっちゃってるから。そんなか、あ、そうなんだ、まあまあ、口みたいな、ノバになっちゃってるからっつって、あ、そうっつって、うん、終わって、でまあ負けちゃって、はい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 、で、ちょっとして対抗戦やろうぜってなったらバケツ持ってた。おー、なるほど、クロスが、うん、俺バケツ持ってるじゃんっつったら、うん、リグマやったら全然バケツいけるよ、なった。なるほど、全然1日でいけてんじゃん。確かに、ノバからバケツ1日でいけてんじゃんと思って、ね、やっぱまあね、実力者ですかね、彼は。変えれたじゃん。みんなで話してた、いや全然構成変えれたじゃん、じゃあ。まあでも気持ちの持ちようあるんだろうね、なんか変えるのが怖い。やっぱ大会前に変えるって怖いけどさ、うん、大会後だったら余裕で変えれるみたいな、まあまあまあ、それはあるからね。いや、ちょっと気まぐれの部分もあるわけだ。あ、まあまあ、でもまあ3月に向けてちょっと練習しようということで、いや、それはもう新しい武器もみんな練習し始めるから、期待ですよ。あ、まあ、それ頑張るって感じだね。あ、そうか、このチャンネルに見せてないけど、あれだからね、北海道優勝用の俺のプレゼントまだ、あ、そうだ、開けてないからね、あれ。まあ優勝してないからもらわないけど。そうよ、そうよ、優勝したら、優勝っていうかね、別にオンラインでも何でも、どっかで優勝したらいいってこと。だから予選で、だから本戦出れるなら、あ、はいはい、かぶっていい、かぶっていい、それまでは温めておきますから、はい、
そういうのもね、まあでもあのゲームイベントもちろん僕らがそのお仕事として呼んでいただけるのももちろんだし、うん、自分たちもそのプレイヤーとして参加するのも増えてるわけですから、うんそうね、僕らもだからもうちょっとですよ本当に芸人ギルド、まあ、当たるか分かんないけどまだ連絡来ないあそうだ、うん、まだ来てないと思う多分いや今週の木曜とかに来ると思うなるほど木か金ぐらいだと思うはい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 東京関東予選かなるほど、うん、ちょっとこれはね、まあ、そこがまず当たったらまずそこで1位ですし そっからですよ今週じゃんあ、違う、来週か来週よ来週再来週かなギリギリ再来週かな、うんうん、なるほどもうすぐよ結構やってなくない大丈夫俺らいや、それ知らん知らないよ知らん知らん知らんいや、あのね、裏ではってかね、やってんだけどいや、むずいな2リグとかはやってんのは見るよそう、だから対抗戦をやるか否かなんだよやった方がいいと思うよやった方がいいあ絶対、もうなんならリグマいらないもうこっからは縄張りもう対抗戦縄張りだけで、自主練でガチマッチみたいなそう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 はいはいはい、なるほどなるほどちょっとそれは全然違いすぎるからそれは言おう、みんなにいないもう一人今アメリカなのよ、はい、そう今、まあ、そういうのがあるからねまあしょうがないそこでスーパーサブがいるじゃんうちにはニコラス岩下小池フージでしょ誰がいたっけ殺されるよえ顔色殺すよ顔色よろしわろし小前に殺されるよダメなのやっぱりいやあいついつ暇なんだよそうだよ小前さんがずっと誘え誘えって言って結局マジで1回も誘ってないじゃんいやでも前もライブで言いましたが言ってたけど、うん、なんかこれ誘わない方がいいんじゃないかみたいなその、うん、ノリ的にね、うん、っていうのがやっぱまだあったからいや多分あの感じはマジで誘ってますスーパーサブ入れよう、うん、ちょっとマジでスーパーサブかまあちょっと言ったけどその小前率いる強い人たちでの対戦もしよう、うん、交えてそれはやりましょう本当にやりましょうって 、まあ、俺が言わなきゃ多分やり出さないだろうから俺が言うわじゃあ、うん、それはそこはじゃあ俺発端で、うん、芸人ギルドスマブラ部門頑張りますので、うん、スマブラ部門芸人ギルドスマブラ部門ねいやいやリバレント絡まりですかねなんでスマブラあすみませんスプラもスプラ、ね、あ頭がもうあのゴワゴワマジマジのやつ、ねま、マジ間違いですあよかったマジのやつねびっくりした、うん、スマブラに行くんかいっていうボケじゃない、はい、まあ芸人ギルドスプラトゥーンも頑張りますからはい、はい、ぜひそちらも見ててくださいはいまあそんな感じだねはいそんな感じのまあまあ月にあることをお話ししながらあなんかあれだコメントでさ、うん、ちょっとこの話してほしいとかあったらあそうねこれに関して言及してほしいこれ何だったの、うん、これどうなの、うん、これについてどう思いますかなんかその言い方だと、うん、あるよ今、世間的にあ世間的なね、不倫問題とかね不倫問題とかについて2人で語る語ってどうすんの俺らが全くその渦中にないやつらがまあだから、でもそう切るっていうもんでもないしね、俺らも、うん、だからまあそこら辺もだからゲームになんなり、なんなり気になる部分にあったら不倫を切るね、封じの切るね不倫を切る不倫を切る、うん、いや不倫も何もやってもうちの親も離婚してるしさなんかその別に切るもんもない、まあ、浮気もしてたしないやいや違うのよ多分そんなことないよ多分してたと思うよそんなことないそれは封じの親、俺浮気してて離婚してそんなことない俺が小学校の時にその今の母親のね、彼氏、うん、と母親と俺と兄貴で4人でスノボ行ったけど、うん、ないそれは大丈夫あるねないわ本当にないのよこれはいやわかんないそれもうやめろよそれ聞きそれも1個企画でさお母さんに聞きに行こうよ30はやだよ30の男は50の母親に浮気調査したくねえよいろいろ気になるところあると思いますので、うんはい、そういうのもコメントお待ちしますので、はい、お願いします。お願いします、はい、というわけでまた次回お会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。チャンネル登録お願いします。